皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。また初めましての皆さん、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、毎日投稿で台本なし編集なしの一発収録でお送りしておりますマクガイバーの小部屋チャンネル。本日のテーマは映画です。ご紹介するコーナーはぜひ見ていただきたい映画紹介の第20回目。ご紹介する作品は渚にてという作品になります。どうぞよろしくお願いします。はい、というわけで本日のこの渚にてという作品なんですが、サムネイルに書いたかもしれないんですけども、ですね、その後ほど、説明というかね、ネタバレなしでですね、説明をしていくんですが、途中までね、まずですね、この映画、この没入感と言いましょうか、もうその映画の中の登場人物になったおつもりで、私は見たいという方はですね、ちょっとここでもう本日はもうおやめいただければどうかなという思いがあります。はい、というのはこの、何を言いたいかと言いますと、この映画の中、あらすじも何も知らない状態でこの映画の中に、鑑賞という形ではありますが飛び込んだ時に、一体今この、世界、映画の中でありますが、この世界では何が起きてるんだろうと、一体何が迫ってきてるんだろうということに、もう限られた情報の中で、こう自分自身が、右往左往すると言いましょうか、全てにおいてこう疑心暗鬼になっていくというか、そういうような没入感的体験をされたいという方はですね、もうここで、お読みいただいてですね、もうぜひこの作品をね、裏のあらすじすらも見ずにですね、もう今これ配信サブスクとかであるんでしょうかね、おそらくあると思いますんで、そういったものでですね、もう何も紹介も見ず、見ていただきたい。そうするとですね、おそらくものすごい映画体験ができるんじゃないかなと、そう私は思った映画です。ですので、ここまで聞いて、そういうものかと思われた方はですね、ここでおやめいただいて、ぜひ見るということにしていただけたらなと思いますので、よろしければそうなさってください。それほど私にとっては、もう本当にこの作品は一つ大きい作品になりましたね。では、よろしいでしょうか。それでは一応本編の方入っていきたいと思います。はい、じゃあなのでここもね、隠してますからね。じゃあもう出しますね。はい、というわけで、本日のこの渚にてという作品なんですが、これピクチャーディスクですね。とにかくですね、先ほども申したんですけども、非常に悲しい作品ですね。悲しい作品です。で、何が悲しいかというとですね、この作品、どこに救いがあるかなっていうことをね、やっぱ想像してしまいますね。それは別にその作品をバッシングしてるわけじゃ決してないですよ。じゃなくて、この中で、もし自分自身が生きていたら、私はどこに救いを求め、どういうところに喜びを感じる生活をすることになっているのかなって思うようなお話です。あらすじはですね、ざっくり言えば第三次世界大戦が勃発し、核戦争が、起こるわけですね。その結果、地球の北半球がですね、その核の、核の雨と言いましょうか、放射能で汚染され、結果もう生き延びる場所というのは、人類が唯一生きている場所というのが南半球のオーストラリアの一部だけ、そのオーストラリアの、一部だけ、周辺一部除いて、もう人類が死に絶えてしまっただろうという状況からことが始まるわけですね。はい、でそんな時にその、主人公となってくる人たちが、本当にこう盟友ぞろいなんですけどもね。じゃあその中で、南半球とはいえですよ、この地球ですから、海流、そして風向きが変わればですね、いずれその放射能の、塵であったりですね、そういった放射線を含んだものが流れ込んでくるわけですね。ということは、いずれそのオーストラリアという土地もですね、どうなってくるかわからない。
じゃあどうしようということの場での人間模様を描いたお話ということですね。はい、じゃあこちらのちょっとあらすじの方をもうちょっと読んでねご紹介したいと思います。よいしょ、ここですね。はい、ですね、ちょっとピントが合わなくなってしまうんでこのようにさせてもらいますね。ありましたかね。渚に静かに忍び寄る人類最後の日、スタンリー・クレイマーの描く地球の終末とですね。1964年第3次世界大戦、核戦争が勃発、世界全土に放射能汚染が広がり、南半球のオーストラリア周辺の一部を除いて人類は全滅してしまった。本国に寄港できなくなったアメリカの原子力潜水艦はメルボルンに入港するが、その地にも死の灰は迫っていた。そんな時に潜水艦の艦長タワーズ、グレゴリー・ペックですね、は解読不能の無電を傍受した。発信地は死滅したはずのアメリカ、つまり北半球ですね。果たして生存者がいるのかという、まあ、ことなんですね。で、この映画はね、モノクロというところがね、書いてますけど、まあ、いわゆる白黒映画ですね。まあ、この白黒という点がね、またね、もう、グッとさせるんですよ。つまりその、やっぱり色というのは、こう、元気とかね、なんか活力に満ちたという映像からも伝わるものがあるんですけど、それがあえてモノクロで描くことによって、もうこの世界観、を本当にこう苦しい状況を表現するのにやっぱりモノクロっていうのはすごく効果的だなというところですね。で、監督はスタンリー・クレーマーという方で、例えばニュールンベルク裁判とか、それからそうですね、招かれざる客とかですね、手錠のままの脱獄とか、まあそういったその人間模様、人間ドラマを描かせればもう右に出るものはいないっていう、私はそう思うぐらいすごい人ですね。一方で、おかしな大成績ですかね、まあ、そういった作品も、あったり、非常に面白いんですけども、その本当に人間ドラマ、人間の業というか、いい面、悪い面っていうのもね、しっかり描いてくれる監督さんですね。そして主演が、まあ、この作品、1959年の作品ですけども、ちょっとこの、まあ、まだ当然売れっ子なんですよ。売れっ子ですけど、全盛期からすると少しちょっとこう、まあベテランの域をに入ってきた人たちという俳優陣が出てるんですね。だからもうギラギラしてる人たちじゃないんですよ。少しこう、年配になってきた、年を重ねたという人たちが主演をしてるというところがまたね、ミソですね。主演はタワーズ、艦長を演じるのがグレゴリー・ペックということで、グレゴリー・ペックですね、まあ超有名どころはやっぱりローマの休日になるわけですけども、それ以外にも七国作品にも出られね、それから戦争映画ではやっぱナワロンの要塞ね、それからその60年代にはちょっとスパイもの的なものもね、巻き込まれ型のものも多かったですね、そして、まあオーストラリアで出会うことになるこの女性演じてるのがエヴァ・ガードナー、キリマンジャロの雪で確か共演してますね。それからモガンボとか、北京の55日、それからカサンドラクロスですね。まあその時代 もうパニック映画でしたけども、やっぱりこう凛とした自分の一本を持ってる役が多い方でしたね。それからですね、フレッド・アステア、ジュリアンという役ですが、この人はね博士の役なんですけど、まあこの方は、フレッド・アステアさんといえばやっぱミュージカルタップでは有名でね、ジーン・ケリーとやっぱりこう双璧だった方だと思いますけども、でそのフレッド・アステアがこの中では博士の役を演じ、もうね世界の終末が見えている中で自分の夢を追うというね一つ役を演じたりね、そしてこのピーターというのはですね、この人はオーストラリア海軍かなの確か、軍人さんなんですよ。でアンソニー・パーキンスが演じる、アンソニー・パーキンスというとこれが1959年の映画ですから、もうこの次の年にまあ本当にある意味自分の首を結果苦しめることになったかもしれませんけども、最大のヒット作、サイコに巡り合うわけですね。でもこの人は青春スターでね、たくさんの映画に出たんですよ。緑の館ではヘプバーンと共演し、胸に輝く星でしたっけではヘンリー・フォンダと共演し、本当に一時代がありました。
ジョシュ・ハートネットみたいなね、スラッとしたね、かっこいい人ですよ。で、その奥さんがマリー。この二人のね、夫婦、そして子供、赤ん坊のね、ここがまたね、本当にもう、やるせない、切ない展開になっていきます。うん。で、まあ、そうですね。話ずれますけど、ね、余談にはなりますが、私の大好き、まあ、ジャズも好きなんですけど、フランク・シナトラと結婚していた時代が1951年から57年ぐらいまであるんですけど、その時にエヴァ・ガードナーに向けて作った、作った曲というか歌った曲っていうのがあって、In the Wee Small Hours っていう歌があるんですけどね、その曲がね、いいんですよ。大好きなんですけどね。まあ、それはちょっと余談になりましたけども。で、この映画、当然結末はどうなるかご自身で見ていただきたいんですけども、まあ、この一体ね、死滅したはずのアメリカの発信してる電波は何なんだ、無電は何なんだとかいうこともね、一つまたこれもトピックになってくるんですけど、映画が始まって冒頭、オーストラリアのシーンが出てくるんですけど、ちょっとね、多分不思議だと思うんですよ、一瞬。何か違和感を感じると思います。何か、もし何かを聞きたくない人は、これやめてくださいね。間違いないと思うんですけど、その違和感というのは車が走ってないんですよ。もう馬車なんですよね。1964年の時代ですよ。そのアメリカで街中に馬車が走ってる。車がいない。なんでかといえば、もう ガソリン、石油が供給できないですね。ガソリンがね、原油が。というような状況があって、乗ることができないとかね。まあそのようなことをずっと描いていく、本当にもうじわ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 という作品ですので、最終結末もぜひね、目に焼き付けていただけたらと。で、最後の最後までね、ぜひご覧になってください。ある一つのね、もうこれは未来永劫人々に伝わっていくであろうあるメッセージが、載っていますんでね、そのあたりも一体どのような結末を迎えるのか、ちょっとこれは心して見ていただいた方がいいんじゃないかなという映画です。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたらグッドボタン、またチャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。またコメントいつもありがとうございます。またどうぞよろしくお願いします。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。